あ、待って。多いなぁ、ね、全員男。その夢は叶わんな。今日早く起きた、6時半に起きた。時間ある時言ってない。速攻やらかしてるやん。ここにある場合どうしてやってたの？変なところに水入りそうやった。ちいこちいこマネすんなよ。マネすんな。さっきからマネすんなよ。パパが呼んでんの？アイチが呼んでんの？チーコー。チーコー。あー、チーコー。完全大地のせい。大地、ズボン逆。なんでこうなった？逆やで。これおけつやで。ダメよ、変態。変態じゃ。変態や。パパや。変態。パパといえば変態や。はよ、着替え。待って。着替え、はよ、握手してればちゃう。着替え、ピピピピ、ジャバジャバちゃうね。はよ、着替えろよ。逆やって。できたって。はい。できた、言うてるよ。それ何？ご飯。え、あのさ、中に入ったお肉をさ、巻いて焼きおにぎり作ろうと思ってんけどさ、焼きおにぎりがさ、お肉でもうわーって崩壊して、混ぜご飯みたいになった。あー、いよいよ小5、小3か。どうですか、お気持ちは？うん、普通やで。普通？いつも通り？うん。おー、チモが座ってますね。大地はさ、クラス替え緊張してないの？普通。誰でもいいの？誰でも悪くない。何タイプはいるやな。じゃあ何人おる？あ、このこと慣れたらいいなっていう、こうパッと思い浮かんで何人おる？多いなぁ、全員男。その夢は叶わんな。終わるわ。8人？10が。どっち？ 10。 それも叶わんな、きっと。よくお泊まり会ローテーションするボールやん。うん。その2人のどっちかとなれるかな。知らんけど。3人揃ったことがないってこと？揃ってほしいな、林間学校もあるし。2人とも1回ずつ。期待しとこう。しかし今日はあいにくの雨です。吹きつんな。ママの作った焼きおにぎりが崩れた。吹きつんな。時間がないから焼きおにぎりパスされた。どうしよう。どうしたらいいのこれ。あー、やばい。まだ10回できない。今日早く起きた、6時半に起きた。
時間あるときいつ？ない。一番なんかのんびりしてたのに一番早いよんちゃんだ。一番のんきにゲームしてたのに。というわけで、いってらっしゃいませ。いるよ。はい、気をつけて。じゃあね。クラス替えの報告楽しみにしてます。また自力してんの。なぜだ。はーい。はい。靴全部濡れた。え？だってその靴やもん。ズボンもやばい。傘差してんの意味ない。おかえり。え？また？はーい。はーい。開いてるよ。はい。バイバイ。めっちゃ濡れ。はい。おはようございます。え、壊れそうな。ああ、靴下は？え、めっちゃ濡れ。嘘、嘘、嘘。ああ。絶対嘘ちゃうよ。じゃあです。ママ。え？ママ。シロン。え？え？お疲れ様。いただきます。はい。CC でもいる人。はい。はい。あ、それさ、みんなで分けたいから。これ。まあ、子供たちが無事に帰ってきたよ。始業式の日は？ケンタッキーにしない？なんか馬塩チキンと普通のチキンが一人一つずつある。あ、これちょっと待ってな、これ塩っぽいな。これとこれ大きいといい。はい、どれが大きい、どれがどうがいいとかいい。こう、はい、いただきます。好きなの取っていいよ。コアルたちが揉めないから何でもいいよ。で、コアルのクラスはどなた？何ですか？仲良し3人組やん。ん？一人も？ああ。ああ。でもなんかめっちゃ仲いい子深いめっちゃ言う。ああ、まだ別の仲いい子とはなれた。めっちゃ。よかった。コアルと大地、運動会違う。あ、また敵対すんの？そんなもんはほんと、まあまあ、また行ったり来たりチームや。面倒。ゴールするチーム。なあ、椅子がな近かったら嬉しいねんけどな。お前な、離れるな。そう、絶対これさ、前までさ、高校の先生が担任されて。高校教師が新しい担任なの。小さい頃から小学校の先生夢やったんや。優しくしてくれるかもよ。何？え、だって夢やったんやろ。大地は仲良くなれた？うん、すっごい。え？一人離れた。あ、一人二人。じゃあ結構たくさん慣れたってこと？大地は、うん、めっちゃ慣れたいから結構来た。あ、じゃあいいか。まあみんなみんなとな慣れたらそら苦労せんわ。そう、しかも慣れたい子10人ぐらいでさ、うん、そら離れるよね。頑張れそう。新5年生、新3年生。めっちゃうるさい。あ、賑やかなクラスになった。大地のクラスさ、優しいぞ。あ、優しいクラス。先生、シシ先生。あ、女の先生と男の先生どう？男。あ、男の先生。女の先生。5年間ずっと女の先生。あ、そうなんや。初めて男。ね、太一も初めての男の先生。まあまだ3年目やけど。太一連絡も来るわ。え？連絡も来るわ。お手紙は？あ、問題出すわ。学校のどこにあるでしょ？1トイレ、うんうん、2引き出しの中の、うん。え、私、うん、え、3ランドセル、うん、3、大地の髪の上、だ、学校の机の中やろ。え、それで時間終わりとかは？で、なんかママめっちゃ提出しなあかん書類ありそうやねんけど、小春の見る限り、うん、学校出さんでいいの？提出する。いや、がないねんけど、紙が。速攻やらかしてるやん。全然だから、クラスが誰がいるかとか見ねえへんやん。で、授業も何があるかわからんやん。